れてきます。はじめに関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。現在前橋インターまで15分ほどかかっています。続いて関越道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。現在鶴ヶ島ジャンクションまで45分ほどかかっています。春の全国交通安全運動が15日まで実施されます。故障等でやむを得ず停車した際には安全な場所へ避難をしてから運行をお願いします。どうぞ全席シートベルトで安全運転にご協力ください。ハイウェイラジオ北関東道駒形よりお伝えしました。